バスがあるんですよ、うん、それをちょっと待ってるところです。あ、そう。それで大体8時15分ぐらいにその最寄り駅に到着します。うん。それで LINE にあついさん宅の住所を送りました、今。うん。だからそれが一応あついさん宅なんで、どうしたらいいですか。僕一応その最寄り駅で僕待ってた方がいいですか、それともそのあついさん宅まで行って、ちょっとインターホン何回か押して、ちょっとダメやったらダメでしたって言って、一回ちょっと電話入れましょうか。一回行っちゃってよ。はい、一回行って、まあインターホンちょっと鳴らしてみますね。うん、鳴らして。はい、わかる。はい、了解です。うん、はい、すいません。え、何時に着くの現場。大体ね、8時半までには着きそうです。だいぶ時間かかんな、おい。はい。なんで。いや、こっからね、バス乗ってその最寄り駅まで、今そのバスがね、7時38分頃に出るんですよ。うん。ちょっと長いんですよ。タクシーで行けよ、タクシーで。タクシー僕お金持ってないです、そんなお金が。それでこっからタクシー使っても、タクシーだから、こじればいいじゃん、こじれば。いくら行けんの。大体そうですね、5、6000円ぐらいあったら行きます。ああ、じゃあファンタスティックくださいって言えばいいんだよ。くれますね。くれるよ、みんな絶対。イベント出てんだろ。で、ポイントをさ、ポイントのボタンを押して、今いくらですって言えばいいんだよ。はい、ああ、そうですね。バカじゃない、お前。いやいや、そんな僕。タクシー代稼いでから行けばいいだろ。笑ってんじゃないよ、お前。そんなことはできないですけど、ちょっとやっぱやってみます。何を。あの、ファンタくださいって、あの、アツシさんのとこまで。やれよ、早く。あ、了解です。ファンタ1回で、多分1、2発で多分いけると思う。はい、了解です。はい、すいません。本当バカだな、仮想の主って。せっかく展開与えてもさ、できないんよ。こうやってさ、投げてもらわないと。アホやな、こじり魂が足りないよね。うん、分かってないよね、全然。コメント入ってない。めんどくさくなっちゃった。めんどくさくなっちゃった。俺米炊かないといけないでしょ。塩抜きしないといけないでしょ。数の子下ごしらえが塩抜き。あつしから電話来た。アツシ、もしもし、何してんの？何もしないですね、家にいてますね。6日間も音信不通で、おセミプロが今向かってるで。セミプロが向かってる。うん、何してんの6日間も。え？来たらまずいっすね。まずいやろ？電話出ないからやん、みんなからの。よくないっすよ。どうしたの？いや、ドラもないっすね。なんか声小さいな。いや、これ LINE がおかしいんですよ。LINE おかしい、アップデートしな。いや、しても一緒なんですよ。ダメ？してるんですよ。ダメなんですよ。なんか小さいな、声が。ちょっと待ってください。うん。これマジっすか？あ、ちょっと喋ってみて。マシです。あ、ちょっとマシ。ああ、そうなんですか。たかしからも電話出ないし、たかしのお母さんからも電話出ないって。いや、お母さんは電話出てますよ、僕。出てんの？はい、昨日連絡取りましたよ。どうしたん？6日間も配信しないって。なんかあったん？いや、もう配信したらね、うん、ワンちゃん寝られへんのっすよ。うん、だから配信してないんですよ、僕。ワンちゃんが起きてる時間に配信したらいいんじゃない？なんか、かわいそうでね。え、どういうこと？なんていうんですか、配信してたら寝られへんでしょ。誰が？ワンちゃんが？そうそうそう。
ワンちゃんはまあ配信してたら寝られへんけど、起きてる、ずっと寝たきりってこと、ワンちゃん。そう、めっちゃしんどそうなんで。うん。配信で落としてもいいんですけど。うん。え、じゃあ外で配信したらいいんちゃうの。いや、なんか外行った時に、死んでたら嫌でしょ。あ、結構具合悪いの。具合悪いですね。じゃあね、そんな、じゃあ休むんであれば、自分のリスナーさんいるわけだし、はい、何で今仕事で飯食ってるかよく考えて、はい、説明しないといけないよ。あ、はい。いきなりパターンってやめちゃうと、はい。こいつ何やってん、舐めてんのってなるよ。はい。で、あと、連絡出ないじゃん。はい。心配するよ、みんな。はい。女ができたとかじゃないよね。ないっすね。いますね、僕ずっと。一人？6日間もツイートも何もしないっていうのは配信者として失格だぜ。ああ、はい。うん、みんな見に来てたでしょ。はい。一面がいなくなって、アツシのリスナーさん、ネズミマーク外してたで、一人。マジっすよ。ホロラン確認してみな、上位の人いなくなってるで、何人か。マジっすよ。うん、信用問題だで。あ、こいつやる気ないんかなってなっちゃうで。はい。うん、1日ぐらいだったら別にいいけど、6日もやってないと、はい、こいつ舐めてんのかってなっちゃうよ。はい。アイテム上がんなくなるで、人も来なくなるで。はい。もっと意識高くしないと。はい。俺そんな教え方してないぞ、アツシに、ね、配信。何を見てきた、はい、俺を。そうですね。うん。はい。セミプロが今向かってるんだよ。セミプロにちょっとコメントするなり、自分で配信するなり、なんかしないと。セミプロ行ってるで今。あ、わかりました。うん、ちゃんと家族ぐらいはちゃんとコミュニケーション取っといてや。はい、了解。たかしの LINE 来てたろ。 LINE がなんですか。 LINE 来てなかった、たかし。昨日なんか不在着信入ってました。うん、それなんか LINE 返してあげないと、心配するで。はい、はい、頼むでやし。俺そんな配信の仕方しろって教えてないの、俺は。わかりました。意識高く持てよ、もっと。はい、意識高く、はい。何で飯食ってんの。何もしてないですね。違う、今ふわっちで飯食ってんでしょって、仕事。はい、仕事ふわっちでしょって。はい。もうそこも忘れちゃった。いや、違います。はい。うん、待ってる。マジでシルプラまで落ちるで、そのまましたら。はい、マジで。せっかく俺プラチナにしてやったのに。はい、もったいないやろ。そうですね。まだ借金あるやろ。あります。はい、頑張らんと。はい。リアルの仕事でも そんなかんチャランポランなの。いや、どうすかね。あかんぞ。ふわっちも、はい、遊びのような感じでやってるのもいいんだけど、仕事って割り切ってやんないと、はい、稼げるもんも稼げないで。わかります。うん、で、奈々ちゃんもほら、藤沢奈々ちゃんね、あつしも、はい、会いたい会いたいって言ってくれてんのよ。はい。ね、もったいない、恩恵受けれなくなるで。はい。頑張らんと。で、来年は奈々ちゃんと、はい、コラボしてもらえよ、お前。はい。ちょっと、まあ、頑張らないと。はい、休むなら、長期で休むならちゃんと言わないと、ツイートするなり、はい、配信で言うなり。はい。いきなり休むやつがあるかよ、お前。うん、ダメだな、女ができたからってそんな浮かれてたら。できてないですよ。ん？できてないんですよ。いきなりアカウント消すとかないよな。ないですね。大丈夫？ないですね。すぐこうやって休むからな、女ができると男ってのは。パチンコ行ってたらお前。行ってないですね。行ってない？行ってないです。俺こんな教え方してないからな、俺、こんな。はい、そうですね。配信ってのは毎日やるんだよ。はい。配信ってのは生活の一部にするの。はい。ネタがなくてもいいんだって。はい。いつも来てもらう人いるでしょ、リスナーさん。はい。その人たちのために枠を開けるんだよ。で、おはようって、その、挨拶、コミュニケーション。はい。コミュニケーション取んないと、リスナーさんと。他どっか行っちゃうで、マジで。すぐ殴られちゃうで。はい。リスナーさんって、もうあっち、いいわ、他の見るわってなっちゃうね。はい。うん。吸い込まれちゃうね。
今日配信するの？やめるの？今日しようと思ったんですよ、うん、年末は、うん、年末なんで、うん、あかんで、はい、もしかしたら奥さんと戻ってるとかないよね？ないですね。元嫁さんと戻ってるとか？ないですね。年末一緒におせち食べようよとかさ、年越しそば食べようよとか。ないです。ないよね、それは。大丈夫？はい。本当に？大丈夫。信用していい？大丈夫ですね、うん。戻るなら戻るで、ちゃんと言わないとダメだよ。いや、もう戻らないですね。戻らない？絶対ない。ない？絶対ないです、うん。で、マンスリー何位だったの、今月は？置いてなかったの。ああ。先月結構良かったんじゃないの？マンスリー何位なの？イベントどうだったの今月は？154位。ん？今月。なんで？154位。だいぶ落ちたな、お前。はい。なんか、なんかそれ研究しなきゃだぞ、自分で。自己分析しないと。はい。あかんぞ、お前。はい。落ちすぎな。154位。これは。せっかくお前売れっ子になると思ったな、お前。あかんぞこれ。あ、セミポー帰るって、通常配信にするって。あ、家帰るって、うん、家帰るってか、なんか企画があったらしい。あ、そうなの。4時間歩くねんて。そうなんですね。あれ11月何位だったっけ？ないんだ。11月100位の上だったね。80とかじゃなかった？70位とか。あれ、ワンチャン50位とか行ってなかったの？30位とか。最高何位だったっけ？ここまで行ってないです。最高何位行ったっけ？覚えてない。自己分析しなきゃダメだよ、はい、常に自分が何位にいるか意識してないってことだよ、それ。意識しろよ、ちゃんと。はい。自分が何位なのか。てっぺん取れないで。はい。てっぺん取れたくないの、お前。取れないでしょ、てっぺんは。取れないでしょ、ないんだよ。俺だって最初取れないでしょって思うよ、そんなの。はい。取るんだよ。取るんすか。取るんだよ。研究するんだよ、配信を。はい。わかる？あとは根性だよ、根性。ね？はい。取るの。頑張れよ、はい、なんか悩みがあったら言ってこいよ、お前。はい、わかりました。ありがとうございます、うん、頑張れよ。ありがとうございます。はい、どうした、速報。何速報。速報。神奈川県玉川スーツケース死体遺棄事件、男女2人の容疑者確保。ソースちょうだい、ソース。DM ちょうだい。どこ情報それ。ヤフーニュース。ヤフーニュース出てないの。男女。誰だ男女って。急展開。速報ちょうだい。誰男女って。配信関係かな。お薬かな。ソースソース、ほんとかそれ。リカピーと親、元旦那、元彼。フェイクニュースじゃないのこれ。出てないでしょ。1057号さん出てないって。式役でそんな話出てない。出てないってよ。ツイッターも出てないって。ガセネタ。おー、やっぱこういうね、炎上系っていろんな嘘旗飛び交うから、ポンパーがいるから。ポンパーが、うん、ブロックしない別に、うん、しないけどダメだよ。分かった？
1057号さん、うん、僕はしないけど、ファンタジック、お前がアラブ石油ビリゲットソーマさんとかルーちゃんが寝たらできないドンつけますキュン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 来たこれすごいね、うちのリスナーさんすごいな、なんかファンタスティックのご挨拶多くね、ファンタスティックのご挨拶マジすごない、呼ばない、ファンタスティックばっかりやん、えぐ、88発末広がり、あーあと12発でね、100発だね、切りよくね、今日すごいよね、あーなんかファンタシバリンとかあるよね、うちら最強すぎない？でさ、思ったんだけど今4時間で、あと残り8分で4時間でしょ、ほんでさ、次枠すぐつけたらさ、12時の手前に4時間乾燥しちゃうなと思って、12時手前で、いっか、それはいっか、それはそれで、なんか手前で終わるな、カウントダウンギリギリで中途半端だね、あ、塩抜きね、塩抜きしないといけない、あと8分で終わりだね、うん、いや結構細かいよ、ほら俺こだわってるから、明け嫁ができない、明け嫁花火がね、抜き納めしときたいな、抜き納めパンパンの状態なんだけど、パンパンなんだけど、抜き納めできないか、誰か抜いてくれんか、あかんか、捨ててくれる、ダイヤ、ダイヤで妥協したくないんだよな、抜き納め抜いてくれんか、誰か、甘いねんかこれ、誰かマジで乾杯ねんけど、うん、あ、インフルなんか、そっかそっか、じゃダメだわ、誰かいないかね、女の子ね、え、マネージャー大阪で塩抜きしてくれる人、塩抜きリスナーさんいない、お雑煮リスナーと、お雑煮、お雑煮作ってくれへん、誰か、じゃあマネいないっす、塩抜き、塩抜きリスナーさん、塩吹きじゃん、塩抜き、誰かいない、大阪で、リーさんダメでしょ、忙しいでしょ、醤油、醤油だよ、マユリの雑煮食べに行く、TikTok で、いらんな、いらんな、喧嘩なの、いらんな、白身との喧嘩しちゃうよ、湧くぞ TikTok、 喧嘩なるよ、パルちゃんとこダメじゃない、やっぱりカップルだし、邪魔したらダメじゃない、やっぱり初めての年越しでしょ、カ
ップルはさ邪魔できないよね、さすがに。佐藤社長もさやっぱイチャイチャしたでしょ、丸ちゃんと。邪魔できないよ。あ、ウイタンチ行く？ウイタンチ赤いの、もっと生まれるんでしょ。ってワンちゃん生まれてるかもね、もっと赤いね、中田いるね。ワンちゃん生まれてる可能性ない。予定日いつだっけ。うん、いつだっけ予定日。生まれてる、生まれてないか。2月か、まだか。来年なんだ。じゃあお腹パンパンだ今。いや神社ね、配信ダメですよ。確かダメだよね神社は。ふわっちって神社行けるっけ。行ったことないけど、あれ養分が言ってたような気がしたな。ダメだよね神社は。初詣配信してる人いる。ダメだよね、ダメだよね。ほらね神社来るがバンになってる。あ、危な、ダメじゃん。来るちゃん行っちゃったんだ初詣。あかんよ、配信できない。あ、心霊配信はいけるの。宗教ダメって。心霊配信は OK で初詣配信はダメなの。なんか矛盾してんな、線引きが分からんな。前も許可取れた場所しか無理だよ。前もって室日が配信してた初詣、閲覧10落ちなかった。あー、過疎しか勝たんな、閲覧10人落ちないんだって。うん、鳥の市も神社だっけ。神社のお祭りは OK、 初詣だけダメなんだ。サプリ成田神社やってた。それ過疎だからじゃない、過疎はやっぱ通報が少ないんじゃない。やべえ、真っ黄色になっちゃった指が。真っ黄色、みかん食いすぎた。あー、ありがとうございます。どんつく、あー誰だこの方、昨日お疲れ様でした。あー、あ、会ってないよね、会ってない、昨日お疲れ様でしたが会ってないよね、会ってないよね。来てくれた人かな思った。あ、残り1分なんで、あのお疲れ、とりあえず1回終わりますね。すぐつけるんで、またまた